ないっていうことがまず前提としてあります。そして今回掲示板のジャックに関してですけれども、我々 NHK 党はですね、掲示板は1万4000箇所もいらないんじゃないかともともと伝えておりました。しかしなかなか国会が動いてくれなかったわけです。そこで今回ですね、じゃあ皆様から寄付をいただいて、寄付をいただいた方が自分の主張をポスターに貼って、あなたも政治に参加しましょうというのを今回、やらさせていただきましたことにより、テレビによってどんどんニュースで取り上げていただきました。でそのおかげで掲示板って本当に必要なのかなど多くの方に関心をいただき、議論が沸き起こっています。このようにですね、多くの方にまず知っていただかないとそもそも議論って沸き起こらないですね。皆さん政治に無関心な方多いと思うんですが、無関心な方は一人もおりません。ですので、なぜ NHK 党がこういった騒ぎをやっているんだろうとか、その一歩先をぜひ見ていただきたいと思っております。私たち時間、労力、お金など様々なものをかけて、このような、ね、政治活動をしているわけです。決してふざけてやってるわけではなく、至って本気で日本を変えるために私たちは立ち上がって、この NHK を、この小学の根源である NHK をぶっ壊すことが、この日本の再び盛り上げることだと思っているんです。まずこの NHK は公平な報道をしていただきたい。主要な候補者4名ばかり乗せて、残りの52名はちっとも取り上げられない。これが果たして私たち国民に受信いただいている意味があるんでしょうか。ない。この通り、これを私たちはずっと伝えているわけです。そもそも皆様から受信料をいただいている NHK が公平な報道をしていないということは、もう日本ももちろん公平な報道をしないわけです。 NHK は報道機関としてお手本を見せなければいけないはずなんですが、しかし、ジャニー喜多川の性的虐待も長年隠しておりました。我々 NHK 党が2023年政見放送で、カーマンスを取り上げ、ジャニー喜多川性的虐待を政見放送で流したことにより、ジャニーズの問題が表に出てきたのです。このように私たちは、既存の人不敬意と戦っていくために、皆様からしたら奇抜に思われるかもしれないですが、しかし正攻法で攻めていっては何も変わらないんです。だからこそ今回24人出馬して、みんなが一丸となって NHK のこの報道の公平さを訴えているわけです。ですので公平な報道をしないのであれば、皆様は受信料を支払う必要がありますかということです。皆さんぜひ一定ユーザーとして考えてください。お金を払っているということは、その報道機関に公平な報道をしてもらいたい。皆様がスポンサーなので、皆様が知る権利があるんです。ですが、そのいただいた受信料を NHK は高い給料であったり、新サウスを1500億円で建てようとしたりとですね、好き放題やっております。本来の公平な報道機関を成し遂げてない NHK が、皆様から受信料を徴収して、そのお金を贅沢に使っているというのが現状です。そんな NHK をぶっ壊すのが私たち NHK 党の役割なんです。ですので今回東京都知事選でなぜ NHK 党がここまで出てきているんだと思うと思うんですけれども、それはやはり日本を立て直していくためです。そのためには皆様を洗脳しているマスコミ、テレビ、新聞、これらをぶっ壊していかなきゃいけません。そのためにはやはりこの NHK、 この NHK こそが公平な報道をしていかなければならないんです。ですので私たちは本当に常にワンイシューなんですね。 NHK をぶっ壊すというのは、これはものすごく深い意味が隠れています。ただただ既存のものを壊せばいいというわけではなく、壊すことによって、そして NHK を生まれ変わってもらいたい。ちゃんとした公平な報道をして、日本人に誇りを持つ報道をしてほしい、そのように私は思っております。実際に、
NHK はですね、2008年ジャパンデビューという番組で台湾を報道して、日本の統治時代は悪だったという一方的な取材をして放映されました。いいですか、皆様日本人から受信料をいただいて、それで日本人は悪いことをしたという報道をしてるんですよ。そんな悪い話あります？これはやはり日本が戦後アメリカに負けてしまったので、いまだにアメリカによる系図が入ってるんです。皆様の認識する歴史は、捏造されています。アメリカ、彼ら戦勝国にとって